こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回は明治時代から今日に至るまで白石区にどんな建物があったのか見て回りたいと思います。90年代に白石区役所が企画した白石歴史ルベという歴史的建造物だとか価値のあるところに看板がね、設置されてあるんですけれども、それを参考に見て回ります。 まずは菊水一条1丁目にあります有島武雄さんの家があったところでございます豊平川の岸にありましてちょっと前まで道が狭かったんですけれども整備されて最近は道が広くなっておりますその道を整備するときにこの看板もなくなったのかなと思って見に来たんですけれどもちゃんと保存してありました 有島武雄さんが現在の北海道大学で教授をしていた時の明治43年5月から翌年7月まで住んでいた場所でございます。有島武雄さんというのは明治時代から大正時代まで生きていた小説家の方なんですけれども、自身の小説の中で私のうちは豊平川の岸にあってリンゴ園があったとそのように書いてありました。 作家の友達や画家の友達もよくここに遊びに来たと書いてあります。老朽化のために昭和49年に解体されて昭和57年に現在の開拓の村に復元して展示されてあるということなので、北海道開拓の村で見ることができます。 しかし、白石区役所は非常に素晴らしい企画をしてますよね。後の世代に残る歴史的建造物とか歴史的に価値のある場所っていうのを示す看板をね、こうやって作った企画っていうのは本当に素晴らしいと思います。 ご覧のののよううに菊水の街並みを見るると、と古いい建物なななんんんかかががたくさああって、歴史だこります。札幌市の人口が爆発的に増えたのが60年代だとか70年代あたりなんですけれどもそれ以降に作られたひばりが丘団地とかああいうところを見てもね、こういった街並みっていうのは見ることができないので札幌といってもいろんな町があるんだなっていうことが分かります。 先ほどの有島武雄さんの家がありましたよという看板のところにこの辺はリンゴ園だったということが書いてありました。まあ明治時代っていうのはこんなにね建物がなかったでしょうし向こうの先までね見晴らしがとても良かったんだと思います。 そしてこの辺ね、お米屋さんがあるんですけれども、昔豊平川っていうのは分流がありまして、そこに水車を作ってお米だとか製粉の作業する動力をね、水車があったんですけれども、まあ、その名残なのかどうかわかんないんですけれども、この辺ね、お米屋さんが数軒あるんですよね。 こちらもお米屋さんなんですけれども、元をたどっていくと、豊平川の水の流れを利用して、水車でお米とかね、製粉の作業をしていたのかもしれません。これが現在、令和の街並みでございます。昭和の良さも残っていて、いいですよね。 続きまして、菊水1条4丁目にあります、宇都宮牧場跡でございます。現在は自動会館になっております。場所的には菊水駅の少し南側で、スーパーアークス菊水店があるところの近くでございます。 簡単にまとめますと1902年から1927年までの25年の間ここに牧場がありました大分生まれの宇都宮さんは牧場経営者になりたくて北海道に来ました宇都宮牧場はサイロなどを持つ本格的な牧場で民間人では初めての種牛を輸入し品種を改良し共同組合方式などの資材調達などをするという最先端の営業をしたということでございます これが当時の宇都宮牧場の地図なんですけれども20ヘクタールあったということでスーパーアークスも丸ごと牧場だったということでございます宇都宮牧場の説明の看板があるところは現在自動会館になっておりまして入り口に蒸気機関車がねこうやってあるんですけれどもここは定山系鉄道とか旧千歳線が通っていた線路の近くっていうこともあるのでこのように蒸気機関車なのかなと思って見ておりました 今歩いているところが宇都宮牧場だったところでございます。まあ、牧場の雰囲気はね、もう完全にないですけれども、まあ、まあ、土地の雰囲気は牧場かなって感じもしないでもないです。裏側も牧場でした。この日は野球をやっている人がいました。 菊水2条3丁目にある旧国鉄東札幌駅周辺の工場地帯跡でございます。現在の弥生公園です。 簡単に読みますと、豊平区から白石区の菊水東札幌地区は、大正時代から昭和40年代にかけて、鉄鋼、ゴム、繊維、木材などの工場がたくさんありました。上山系鉄道や旧千歳線なんかが交差するので、原材料の運搬には非常に都合が良くて、札幌の中心部から近いので非常に便利な場所だったということでございます。 昭和30年代になると住宅がどんどん増えたということで、現在の西区の工業団地に移転したということでございます。確かに西区の工業地帯にゴムの製造しているところとかね、ありますからね、昭和30年代に移転したということでございます。 当時の工場の地図がありましたすごい数の工場ですよねこの東札幌駅っていうのは東西線ではなく旧千歳線国鉄の東札幌駅でございます続きまして菊水5条2丁目札幌遊郭跡でございます現在は菊水公園となっています遊郭とは何だということなんですけれども男性が遊びに行くところでございます遊び目とも呼ばれていました 札幌遊郭がどんなところだったか書いてあります。明治の初期に大工たちを目当てにバ女たちが増えたために開拓士は町外れのススキノに集めたんですが、ススキノも市街地化します。そこで菊水、現在のこの公園にあるあたりに遊郭を集めた。まあ、簡単に説明するとそのように書いてあります。 この写真は1948年にアメリカ軍が空から撮影した白石遊郭の様子でございます白石遊郭は1958年に消えてしまったわけですが、まあ、明治時代から続いていたのでほとんど末期の頃の状態だと思われますお店の名前とか横文字ではなくねなんか居酒屋とか焼き鳥屋なんじゃないかみたいなそんな雰囲気のある名前が結構ついているのが印象的ですね さらに菊水公園には菊水神社という神社がありまして遊郭がすすきのからこの菊水白い収穫になった時に建てられた神社でございますこのようにね歴史を感じるこの彫った文字とかもね残っております市街地の中にある公園の中の神社っていうのはねかなり珍しいなと思って見てたんですけれどもまあもともとはこっちの神社の方が先にあったそういうことでございます 現在私が立っているところが白石遊郭の入り口の門があったところでございます。では遊郭だったところを実際にね、見てみましょう。現在はご覧のようにもうすべて住宅となっております。そしてこれが白石遊郭の地図なんですけれども、下から上に向かって私はこう見て回っております。 もちろん白石遊郭の建物は見ることはできなかったんですけれども、1958年まで存在したので、この近くに1958年よりちょっと前に建てられたんじゃないかなっていう建物があったので、あ、この建物はひょっとしたら白石遊郭を知っているのかもしれない。そういうふうにね、非常にファンタジーを感じました。 このままちょっと進んでいくと菊水駅とマックスバリュー菊水店があります。ぜひね、白石遊郭だったところを歩いてみてはいかがでしょうか。続きまして、菊水5条1丁目、白石治療院札幌市助産所跡でございます。先ほどの菊水公園を振り返った向かい側に老人ホームがあるんですが、そこに看板が設置されております。 大正6年から9年にかけて、遊郭がススキノから白石に移転したわけですが、それに伴って性病を予防したり治療しなければいけないということで、この治療所もススキノから白石菊水に移転した、そのようなことが書いてあります。そして戦後には、性病の予防は保健所の仕事になったので、治療院の役目は終えて、その後は助産所となりました。 これが昭和34年の助産所時代の写真でございます。そして建物の外観がこのようにイラストとして書いてあります。この老人ホームが最近改修されたので、それに伴ってこの看板も撤去されたんじゃないかなと思って不安だったんですけれども、ちゃんと残っていましたね。 菊水上町一条三丁目白石村一番でございます国道12号線のところに公園があるんですけれどもそこに説明板があります明治時代に仙台から北海道に移住してきた人たちがこの白石という場所に初めて桑を入れて開拓をしてその建物に番号をつけたそのようなことが書いてありました そして時代は変わるんですけれども国道12号線のこの古線橋ですよねこれ旧千歳線の古線橋で今もねこの屋根のところちょっと見えづらいんですけれども蒸気機関車のすすなんじゃないかと思われるすすがついてるんですよねこの逆側から見るとね分かりやすいんですけれどもなんかね狐が急に来たりとか非常に情報量が多いことになっております そんな感じで今回は白石区役所が企画した歴史調べを見て回りました。昔の白石と今の白石、皆さんも実際に歩いて見比べて見てみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。